このように牛に乗り起牛して、うん、帰るべき本来のふるさと家、うんうん、事故が真に事故であるその所在に帰着した位が亡牛尊人であると、うん、家に戻りくつろぎ牛のことは忘れている、うんうん、と書いたんですけど、うん、牛を忘れ人に存ずであると、うん、牧人と牛の関わりの親密化に重ねられ、うん、場所的事故の場所性という問題がすでに示されると言えよう。ここで主題的に亡牛って忘れ牛書くんですけど、亡牛と言われるのは牛と全く一つになりきり、うん、牛が完全に自己化された、うん、なんでこれ牛なんですね。人の姿なんですけど、いや牛なんですよ、はい、いやもう自分になったもう牛も自分もないっていう姿なのかな、はいはいはい、まあ、言うなれば、うんうんうん、牛なんですよじゃなくて一緒ってことですよね。一緒もう、うん、なった。もはや牛として別に見られることが全くないところだからであると、うん、完全に一体化した、うん、牛が本来の自分でしたっけ。牛が本来の自分 でこの人がコントロールというか自分を探しに来た自分でそれがこう一緒になったってことですよね。で一体化した、うん、で牛のことはすっかり忘れたという意味であると、うん、今までずっとこの牛って牛をめぐって表題がつけられていたが、うん、この第7になって初めて牛が人になったのであると、うんうん、さっきの第6では求める事故が求められている真の事故と一つになるっていう方向であったが、この第7になって初めてこの亡牛とともに人が現れてくると、うん、本当の自分ってなんだなんてもう考えないって話ですよね。そこはねまだ先です。多分まだ先、はい、で人になったよ、うんうん、牛の姿は真の自己を求めているあり方に対して、すなわち自己と自己とが分裂しているようなあり方のうちに現れていた真の自己の姿っていうのが第7の亡牛尊人でありますが、うんうん、じゃあ次8読みますね。すいません、うん、人牛愚坊というのがあるんですけど、これただの白丸が書いてあるんですけど、はい、私のミスじゃないです、うんうん、この第8の人牛愚坊は、うん、自分のいるべき場所たどり着いたのは無の世界と書いているんですが、うん、これは牛のみならず第7の人そのものも忘れ去られた、うんうん、場所であると、うん、図としては何も描かれていない、うん、空なる演奏のみである、うん、第7では牛が消えて自分自身に落ち着いた人が描かれていたが、うん、その人も家も風景も全てが一挙に跡形なく忘れ去られた無の境地が第8であると、うん、一切の手がかりをこの廃絶した第8のこの図は、うん、差し当たって第7から見ると、うん、全面的に捨てなければいけないと思うかもしれませんが、うん、本来から言えば、うん、捨てるとか捨てないとかそういった無であると、うんうん、初めからそんなのはないんだ、うんうんうん、っていうところが、うん、この8、うん、まさにこの完成した自己自身があるっていうこと自体に問題があるのであると、うん、実はこの7っていうのは若干問題があるのは、7を見ると自己実現に安住したところから、うん、ふとして新牛に乗って外に出かける、うん、笛などを吹きながら、うん、そして牛から降りて一休みしようとする、そして牛が逃げ出す、うん、みたいにこの7っていうのは、うん、逆から見るとこの戻っていくところでもあるよと、うん、戻るかもしれない、戻るかもしれない、うん、でこの7については悟りに尻を落ち着けるっていう言葉があるみたいなんですけども、うん、この悟ったっていうところで落ち着くと、うんうんうん、悟りという迷いに脱すると、うんうん、これなんかこの YouTube とか見てると、はいはいはい、悟ったみたいなこと言う人いるじゃないですか健全度があって、はいはいはい、それは若干違うんじゃない、まうん、っていうことを言ってるのかもしれない、うん、まあ多分そういうとこでしょうねきっと、おそらく、うんうんうん、なんで
ここは、うん、そのそういうのはもしか自分もそういう風だって思ってる方がいらっしゃるとしたら、うん、違うのかもしれません、うんうんうん、はい、っていうところですね。ここでちょっと大事なところっていう付箋が貼ってあるんですけど、はい、実は冒頭の従来失せず、うん、何ぞ追人を用いんを思い出しましょうと、行ということ、うん、行うって書いて行で、行の相続、これは苦しい修行が安楽の訪問になることではあるが、うん、しかし行によって獲得されるということではないと、本来は本来である、うん、行においてその本来が現れるのであると。で行を消しつつ、なんで第7の教義では、うんうん、家山に至ることを得たり、要はそこっていうのが分かったよっていうのを得たよぐらいのところですね、うんうん、なのでこのどこかその到達したっていう思いがある限り、うん、何かを得たここだっていうのがある限り、うん、真の自己だっていうのがある限り、うんうん、それは真の自己ではないっていうんですよ、うん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 、このなんて言うんだろう、だからその悟ったですよね、はい、それはそれは間違ってるよって、それはなんだいっていう、うんうん、で次に出てくるのが9ですね。ここで書いてあるのは、うん、偏本権限と書いてあります、うん、同時の姿も牛の姿も消え、うん、自然の風景だけが広がるとあるんですけど、うん、そこに自己のよみがえりがあると、うん、この元に帰り、源に帰る、うん、元に帰り元に帰る、うん、図として書かれているのは川の流れとその岸辺に花咲く木、うん、それだけであると、うん、意外なことかもしれないがそれが真の自己の自然なのであると。本来正常にして一陣を受けず、まあ、一つの塵も受けずと、うん、水はおのずからぼうぼう、花は自らくれないなどの言葉が出されていると。川と花咲く木が描かれているが対照的な景色の描写ではもちろんないと。問題は真の自己のことであると言っても、人間の内的状態が外的自然によって比喩的に表されている、あるいは内面的な心情風景が風景に出ているっていうことではないと。そうでは絶対になくて、水は自らぼうぼう、ただ流れているだけ、うんうん、いや水だから綺麗、花だから綺麗とかじゃなくて、うん、違う違う、水はただ流れているだけだと、うん、花はただ咲いているだけだと、うん、綺麗でしょって咲いてるわけじゃないと、うんうんうん、難しいですね。タオみたいですねなんかね全部、はい、全部一緒のこと言ってるんですよ、うん、で10番っていうのが日天水種。2番目の字の天っていう字はこれはあの町のことです。水種というのは手を垂れるっていう意味ですね。手を差し伸べるっていうのが水種なんですけど、うん、すなわち混雑老苦の人間世界に入って利他を行ずるという意味だと。利他、はい、利他、うん、利他、利他、はいはい、水おのずからぼうぼう、花くれないっていうのを先ほど読んだんですけど、うん、を無我性の具体とする自己ならざる自己が自己として現れると、人間世界に自分を展開しておのずから他行をして真の自己に目指しめる道となると。しかも他者が自ら目覚めるという仕方で、大乗仏教の一般では自覚覚他、自分を認識して他者を認識すること、うん、とあって、第十の位図としてはこの道で会う若者と老人が書かれてるんですけども、真の自己は涅槃に従せず巷に出て他者と交わるとはいえ、絶対無から出ながら絶対無を離れるわけではない。第10の日天水種も第9の場合と同じく、また第8の空のやつですね、うん、と同じく、要はもう8、9、10っていうのは、はい、いや同じようなことを全部言ってるっていうことが書いてあります。はい、はいはい、まあ、なんかもっと難しいはなってそうな感じですよね。あ、そうですね、うん、登るにつれて、うん、はい、というのがなんかこのエニアグラムとか、うん、MBTI が目指す本物の自己っていうのと、うん、なんとなく、まあ、なんか
7番目8番目ぐらいまでな感じはしますけどね。人がいけるのは、人がいけるのはっていうか、まあ、そのタイプ論は、はい、結局その自分探しのヒントみたいなところじゃないですか。成長するためのヒントですってなると、まあこの辺までなのかなって、自分はどういう、まあ、手がかりぐらいな感じかなっていう、はい、でちなみにこの、うん、ありました、8、9、10っていうのは事故ならざる事故、うん、という動きの3つの局面であるが、うん、なおその局面が同時に事故がそこにおいてある究極の場の開けという性格を持っていることに改めて注目しておきたいなんていうことが書いてありましたね、うん、事故ならざるは脱字、自分を脱ぐ、うん、運動であるとともに、うん、事故が切り開けた開けも意味すると、うん、でこの本でも強調しているのが、ブッダはね、はい、四十九年未見真実っていうのがあるんですけど、はい、要は何年かにわたって49年にわたってずっと弟子たちを教えてくるんですが、49年目にして言うんですよ、うん、今まで言ってきたことは全部嘘ですって、うんうん、で、はい、要するにこの今まで君たちに教えてきたのは方便だよと、うん、嘘も方便って言うじゃないですか、うんうん、病気が治れば薬はいりませんと、うん、病んでる人に、うん、病まない人、うん、病気じゃない人に薬はいりませんよね、うんうん、病まず病気にならず本来健康なのが人間の正常であって、うん、病は非日常であると、うん、健康っていう概念すら知らないのが本当の健康であると、うんうんうん、健康の自覚は病に起こった時に起こると、うんうんうん、仏教はそんな健康とも知らぬ人間の正常より出発して非日常性を本来に返す工夫であると、うんうん、要は49年教えてきたのは、うん、苦労とか病があるから健康っていうのがあるんだよって言ってきたけど、うん、今までのは嘘ですと、うん、本当は健康っていうのがあっちゃいけないんだみたいなことを、うん、四十九年未見真実って言うんですけど、うん、だそこを目指すのが違うって話じゃないですか。で第9、うん、で言ってるのは、うん、そのことであると、うんうん、だから目指す方向があっちゃいけない、あでなんじゃないかな。で、うん、でここで言ってるのは、うん、動かないとわからないっていうんですね。やっぱり探しに行かないと、うん、探しに行って、うん、ようやく何もしなくてよかったんだ、うん、っていう、うん、やっぱりこの工程はいるようです、うん、でまあちょっと飛んで後書きを読むんですけど、はい、良寛という和尚が昔言いました、うんうんうん、若い頃の逸話で、うん、ある人からこんな言葉を聞いたと、うん、道端にお金を落として、うん、自分で拾うっていうのが嬉しいよって人から聞いたんですって、うんうんうん、で良寛和尚はそれをやってみたけど、うんうん、全然嬉しくないと、うん、何度やっても僕がお金を落とす、うん、拾う、うん、面白いわけないじゃないですか、うん、ただそのうち、うん、この自分がポイって落としたお金が草むらに転がってって、うんうん、本当になくなってしまったと、うんうん、大変だと、うん、めちゃめちゃ探す、うん、通りかかった人がみんなが探してくれる、うん、ようやく見つかった、うん、あった、うん、っていうのは、うん、めちゃめちゃ嬉しいんですよ、うんうん、本来自分のものであると、うん、なくなるはずはないのだが、うん、そうした建前に腰を据えている限り、うん、本当にあるという実感は、うん、なかなか湧いてこない、うん、感情はあっていても銭は足らない、うん、本当に見失うことがあって、うん、本来失わず、うん、という意味が、うん、初めて自分の意味になってくると、うん、この場合このなくしてるお金と現実は完全に一つであると、うん、真実とは建前が本音になることだ、うん、我々の認識はそんな構造を持っていると、うん、面白くないですか。なんかみんなねないないって言うんですよ。僕もね、うん、あのお金がないお金がないって言ってね、うんうん、家でねこんなことしてるんですよ、うん、待てと、うん、君が住んでる場所は何だと、うん、なぜそこにもっと刮目せんのだと、うん、っていうのって思ったりしません？体調はなんかねその辺の欲がなかなか、いやないわけじゃないです。あなりたいこうなりたい、あ僕こう説明が分かってるってだけの話ですからね。
エニアグラム、他のタイプのこういうとらわれ、はい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 、あもうそれはそうだよね、そうするべきだよねっていうのが分かってるよってだけの話ですからね。これがあのエニアグラムタイプ級っぽいとこですよね。文章を理解したっていう話、はい、概念を理解したみたいな、でそれが自分ができるかどうかはまた別の話、自分と切り離して考えてるだけで、自分ができるって話じゃなかったりはするので、はいはいはい、結局悩みは、悩みなんてないって話ですよね。不健康、悩みがあるっていうのは不健康みたいなもんです。ただ、まあ、それがね、今まあこれを読み、うん、面白いですよねって、面白いねって思ってたんですよ、うん、ゴールデンウィークも、うん、で、はてなんですよ、分かったと、面白いねと、うんうん、だから多分不健康、病気になった時に薬を飲むといいよっていうのと同じって話ですよね。薬を飲むのは健康な人には必要ないわけじゃないですか、はい、太ってる人にこういうのをするといいよとかっていう、本当に健康的な人にはそれは全く必要ないみたいな話じゃないですか。食事制限した方がいいよとか、はい、ちゃんと健康的な生活をしてる人にとってみたらそんなアドバイスは何も不要みたいな。でこれが、うん、いやなんか結構松任谷由実の、うん、優しさに包まれたならにも重なっているような、要は子どもの頃は、うん、もう多分まっすぐだったんですよ。子どもの頃もですとは思いますけどね。ああでどんどんそれが分からなくなっていって、うん、なんかこの社会でね、うん、苦しくなってるんですよ多分皆さん、うん、でなんか本当の自分ってなんだ、うん、みたいなところで、うん、アファメーションとか、うん、引き寄せとか、うん、ついてるついてるとか、うん、だからそういうのやってるうちは不健康だって話ですよね。そういうのを意識してる時はもう不健康で、この8番目ぐらいまでいくともうそんなの全く意識しないみたいな、もうだって健康だからみたいな引き寄せとか、うん、そういやね、自分はね、うん、まあタコタコさんがね、うん、杞憂帰化かなって、うん、6段って言ってるんですけど、うん、僕はもうそんなとこまで全然いけてなくて、うんうん、おそらく今ね特牛ぐらいなんですよ、うんうんまあ、だこれがあれじゃないですか、エニアグラムでいう健全度、この辺を行ったり来たりしてるじゃないですか。ギュッて引っ張りながらも、うんうん、やっぱりどこだなんですよ、うん、なんで今ね343434みたいなところをね、はい、ああ俺ずっと今この辺だなって、うんうん、タイプなんでしょうね、うん、ってギュッて引っ張って、うんうん、違うのかなって、うん、でやってるうちは多分ね、うんだからまあなんとなくタコタコさんは、あ自分をコントロールするにはこうしたらいいんだっていうのがコントロールしてるぐらいの感覚があるって話ですよね。なるほど、うん、ただまあすぐに逆戻りしそうですけどね、うん、ですねっては書いてありますけども、うんうん、